西五坊駅は和歌山県五坊市そのにある奇襲鉄道奇襲鉄道線の駅である。日高川駅までの路線が1989年に廃止された後は奇襲鉄道線の終着駅となるが廃止された線路や施設は多くがそのまま残る短式ホーム一面一線を持つ地上駅である。便所はホームの五坊方面側の端にあり仮設タイプで 男女共用の給取式がある。夜間大白はなく、キーゴボー駅まで改装される。かつては、駅の西側にある、大和防プログレス、和歌山工場へ至る、専用線が分岐していた。西川を渡る鉄橋があったほか、工場内に大きな貨物和屋があり、神戸港で陸揚げされた綿花などが貨車で到着していた。 駅入り口には長い間駅名表示がなかったが、再塗装とともに、西五貿駅の表示もされるようになった。現行の駅名表の左上に、西五貿駅と書かれた木製の古い駅名表が残されている。以前は配置された駅員から入場券及び乗車券を購入できたが、2018年8月27日からの駅の完全無人化により、購入できなくなった。 また、2003年7月まで当駅で使われていた回転式乗車券箱が鉄道博物館の収蔵資料となっている。駅周辺は商店街になっている。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。